がロータリーか。地帯みたいなのがあるんで、おそらくそういう関係でやはり昔列車が通ってたのかもしれないです。さっき通ってきたところです。昔ながらの模型店。できるよな。自販機ガチャ、ガチャと自販機ですね。歴史をね感じる商店街。すごいな、でも結構大きな
商店街です。酒屋さん、居酒屋さん、あちらにあの工場がね見えます。煙突のようなね。そういうこの辺は昔本当工場だらけだったね。ちょっと水島に近いような。先ほど通った場所がこのもうあの商人町というか、あの何て言うんですかね、なんか昔からあった歴史のあるあの場所なんですね。まあ、だからこの辺りが昔は海だったってことですね。その海の中に出島のような感じで、まあ、町があったということなんでしょう。モールの入り口です。今回はこのモールの中にあのタイムズさんの駐車場があるので、まあ、2時間まで、なら110円ということで止めたんですけど、いいですね、結構広いです。でそこから あの今日はずっとこのセンター街に入るということで、これも佇まいがすごい昔のね感じでいいですね。趣を感じる建物がたくさんあります。室外機もあの茶色に塗られてたりするので、昔は調整区域みたいな感じだったのかな。次郎助町、現在地がここです。だからさっきの場所から島に入ったところですね。でこのずっと下に行けば商店街、っていう感じでただ歩いただけですけども、興味ある方は行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。